アソカルデラの地形図アソカルデラ空撮中央下高級の南北に広がる市街地、高地、牧草地はカルデラ内に存在する大観砲から見たアソカルデラ。アソカルデラは熊本県にあるカルデラ地形である。南北 25km、東西 18km で中心部に中央下高級のアソゴ竹があってカルデラ帝を北部のアソダに 南部の南里谷に分断している。カルデラ内の阿蘇谷と南里谷には固定堆積物がある。地質調査やボーリング調査によって阿蘇カルデラ形成後にカルデラ内において湖が少なくとも3回出現したと考えられ古いものから小阿蘇湖、釘の湖、阿蘇谷湖と呼ばれている。また現在露出している中央加口球群は 活動期間後半の8万年前から現在までに、形成された3体に過ぎず、活動初期の3体は紛失物に埋没している。アソカルデラは、27万年前から9万年前に、起きた ASO-1、ASO-2、ASO-3、ASO-4 AS の4つの火砕流の噴出に伴う活動で形成された。特に大規模だったのは ASO-4 で、 多量の火砕物を放出し、火砕流は当時陸続きだった秋吉台まで流走した。その距離は 160km にもなる。ASO-4 の噴火で、現在見られる広大な火砕流台地を形成した。その後の侵食で、カルデラ園は大きく広がり、現在の大きさにまで広がったと考えられている。なお、ASO-4 火山灰が、 日本列島を広く覆っていることは1982年に初めて気づかれ1985年に発表された。またこの4回の火災流の体積は内輪に見積もっても約200キロ立方メートルである。主な噴出年代と噴出量中奴隷は換算マグマ噴出量。噴出体積物の量はこれよりもはるかに多い。アソカルデラの大きさはよく世界最大級や 世界有数と言われる。また、アソカルデラのような乗合型カルデラで、カルデラの内側に安定した集落を形成し、広く農地開墾が行われ、国道や鉄道まで付設されている例は、世界的にも珍しいとされる。なお、世界最大のカルデラは、インドネシアのトバカルデラである。トバカルデラのようなバイアス型カルデラでは、70から8 0トルになることも、珍しくない。 また、日本では、クッシャロカルデラが最大で、阿蘇はこれに次ぐ、第2位である。よって、阿蘇カルデラを、世界一、または、日本一と、表現するのは事実と異なることになる。ありがとうございます。